業界では最も規律が厳しいと言われている新日本プロレス体験入門するわけですが、何私もね、昔は品川にある関光則さんのボクシングジムでちょっとやっておりましたんで、格闘技は何たるものかと。取り切りリポーター、余裕で道場の門を叩いちゃいました。待っていたのは高校の国語教師からプロレスラーになった長谷博史選手。もういい体してますね。ありがとうございます。なんか運動やってたんですか？一通りスポーツと名の付くものはかじったんですけどね。出回り何センチぐらいですか？出回りは46センチか47センチ。私も太いとは言われてるんですけど。大人と子供だなこれ。嫌な予感。午前10時、合同練習開始。これはスクワットという足腰を鍛える運動。格闘技には欠かせません。単純ですが、これが苦しい。トランプの数に10をかけて回数を決めるなど、単調な練習に変化をつけていきます。何しろスクワットと腕立て伏せを交互に繰り返すだけ。70回のスクワットの後に80回の腕立て、また20回のスクワットという具合。選手半分もできない。まだ見栄を張ってます。10分の1もできません。これがなんとノンストップで1時間近く続くのです。10人入門して3、4日で1人残ればいいというハードトレーニング。5分もやれば汗びっしょり。よし、よし、年間150試合をこなす傍ら、試合のない日にはこうした練習を繰り返し行えます。次は縄跳び。膝がガクガク笑っています。堀切リポーターにとってはお笑い事じゃありません。続かない。いつまで続くんですかね。私は1時間に1回休みって聞いてたんですけどね。休む気配ないですね。休みじゃ。最初の休憩は1時間10分後でした。はい、社長。何ですか？一汗かいた。今いい気持ちですね。気持ちですか？今はあくまで準備運動ですから。選手たちは朝食抜き。練習があまりにハードすぎて戻してしまうからだそうです。休憩はわずか5分。その間に各自スポーツドリンクと消化のいいバナナを取ります。ある程度補給しとかないと、やっぱり体中のね、水分抜けてっちゃうと、もう脱水症状起こしますからね、夏は。第2ラウンドはウエイトトレーニング。プロレスは力と力のぶつかり合い、いかに筋力アップを図るかが強くなるための基本。たっぷり1時間、それぞれが目標を掲げて自分の限界に挑戦します。よし、けもうちょいよ、もうちょい。2年目の高岩選手が片手で上げていたバーベルはなんと1つ32キロ。普通の人は両手でちょっと。さあ、体壊す。お前足はね、堀切リポーター同様、練習についていけない人がいました。上げろ、上げろ、前見て、前見ろ、前見て、前見ろ、前見て、頑張ろ、上げろ。安田忠雄選手29歳。実は彼、元小結貴乃富士。今年の6月15日に相撲界から転向したばかり。この日で入門2週間目でした。いや、みんな平気な顔して150キロとか140キロとかいうバーベルポン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 上げるんですよね。で、自分まだ60キロとか70キロぐらいヒーヒー言いながら上げてるとこから、みんな慣れてくればできるとは言われるんですけど、でもそばであまりにも見ちゃうもんで、情けないな、やっていけるかなぐらいな気持ちはまだ今あるんですけど。練習が始まって2時間余り、やっとリングに上がれます。しかしここでもまず腹筋などの基礎トレーニング。リポーターと元小結は全くついていけません。そしてぶつかり稽古。プロレスは危険な技の応酬。真剣なぶつかり合いで受け身の基本を繰り返します。この練習には初心者は参加させてもらえません。
はい、はい、体についてるのはマジボート練習は最低でも3時間、時には7時間にも及びます。最後の仕上げは3キロのランニング。これで筋力をほぐすそうです。腿がパチンパチンで足が上がらないですよ。なんとか最後まで頑張りました。誤解されるところもありますけどね、いい意味でね、野生のね、動物の中に紛れ込んだような気がしますよ。練習これだけのことを毎日やるっていうことはね、大変です。1日2日なら誰だってできますけども、毎日年が明けてもまた始めると、大晦日になってもまたやってると、同じこと、きついことを毎日やってるわけですからね。いよいよ今日の練習で一体何キロ体重が落ちたのか。練習前にあらかじめ体重を測っておきました。入門3年目の小島選手は体重101キロ。1、さあ乗りましょうか。この日は4時間の練習でした。最初101でしたので、はい、3.5 ぐらいですね。乗ります。椅子だ、こんなにあった。14あります。ゲッ。堀君のコーダーも 3.5 キロ痩せました。一食食べて大体元に戻ります。さっきの101ぐらいにまた、いわゆる3キロ分ぐらい食っちゃうんですね。練習してもまた食べると一緒なんですよ。なるほどね。いわゆる今大水状態ですから、うん、プロレスラーの食事は昼夜の1日2食が基本です。その名も太り竹常料理長。栄養のバランスを考えて1週間単位でメニューを決めます。料理の中心は昼夜ともちゃんこ鍋。肉も野菜も豊富に取れるちゃんこに勝る料理はないそうです。昼食は練習の後になるので早くても午後2時過ぎ。食欲も旺盛。結構なんか一人一皿ですかこれ。旺盛ですね。それでもね、やっぱ若い子は足りませんよ。3枚4枚ペロリ食べるんじゃないですか。1日摂取するカロリーっていうのは何カロリーぐらい取るんですか。6800から7000ぐらい摂取してるみたいです。ということは普通の人の3日分ぐらいですね。それを練習でみんな発散してるんです。まずに作り上げられた巨人な肉体、その超人たちが繰り出す必殺技の破壊力とは。プロレスを科学するととんでもないことが分かったのです。練習これ自動車の衝突実験に使われる計測器を使ってプロレスの技の衝撃度を測ってみました。出ないか。要するに衝撃が来ないところだと出ないだろ、数値が。じゃあお前捉えろ、捉えろ。足が小島選手の胸にセンサーをつけて、まずキックを受けた時の衝撃を測ります。左右ちょっとわずかに力をどっか逃がすというか、受け身で逃がすんですよ。まともにこのまま立ってるとそのまま衝撃が。だからいつもしつこくそのウェイトトレーニングやったり、こういうスパーリングやったりして反射神経とか本当に筋肉ガッチってつけておかないと怪我するってことですよ。はい、キック力では新日本プロレス1と言われる橋本選手、その破壊力は。小島選手に受け身を取らずにまともに衝撃を受け止めてもらいました。その結果は残ってる力が抜けて前は振り切りました。え、前は振り切りました。振り切れた、はい、100G で、そう、 100G までカウントできるのに、はい、これの 1.5 倍ぐらい考えられますよね。研究データによると乗用車が100キロのスピードでコンクリートの壁に衝突した際、安全ベルトを着用していたドライバーの頭にかかる衝撃は 67G あるそうです。橋本選手のキック力は 100G をはるかに超えました。コンピューターで補正すると 180G という数値が出たのです。振り出す方も受ける方もまさに超人です。終わりしやすいのやめようかな。もう人間の体ってすごいな。痛さっていうかもう衝撃でもうボーンって一瞬クラッての頭になっちゃうんですけど。普通の人にやったらどうなりますか。普通の人このセストやったら俺はバラを、まあ、当たった部分全て折る自信はありますよ、ええ、次は長谷選手の裏投げ。頭に計測器をつけています。64G。 自動車の衝突実験では約96キロのスピードに匹敵する数値です。
リングに上がる前っていうのはいつも覚悟してますよね。まあ、一回は本当に脳内出血でね、心臓止まったこともあるし、試合で肋骨折ったり筋切ったりね、怪我はしょっちゅうありますからね。まあ、怪我しないようにっていうこともありますけれども、今ここで怪我したらもう二度とリングに上がれないかもしれないっていう、そういう怖さもありますからね。いろんな意味で覚悟してリングに上がってますよね。